では携帯ゲーム業界アークやっていきたいと思います。今日はね、日本時間の2021年2月26日に来たアップデートのパッチノートをね、紹介していきたいと思います。内容はクライオポットのバグ修正と UI 調整になっております。で、これね、問題があって、これ何かっていうと、なんとね、前日に、これの前日に同じようにクライオポットの UI の大幅な変更アップデート入っております。ということで、24時間ぶり2回目のアップデートになっております。ありがとうございます。はい、ゆるゆるですね、運営。はい、という形で、今回は24時間前に実装された新しいクライオポットの早速入ったバグ修正と UI 調整やっていきたいと思います。ここをね、焦点当てて紹介していきます。それでは本日の目次はこちら。1つ目パッチノートについて、2つ目クライオポットのアップデート内容について、そして3つ目に今回の修正ポイントについて話をしていきたいと思います。それではね、まずね、1つ目にパッチノートは何かっていうところを話をしていきたいと思うんだけど、まあこれに関してはね、まあ分かりやすく言うと、みんながゲームを起動した時にダウンロードが最初に入る場合はパッチが何か入ってますっていう感じなんだよね。まあ何かしらシステムの追加とか削除とか調整とか、あとはバグ修正とか何かしらの変更とかが入っていると、まあこういった形でパッチノートっていう形、まあノートっていう形で、まあ文字の羅列だけなんだけど、こういうことしましたっていう、まあね、簡潔な文章で報告があるんだよね。そのアップデートとかダウンロードされた内容が文字で書かれて発表されるっていう形なんだよね。まあ、例えばそのハロウィンイベントとかの大々的な、なんか新しいさ、こうグラフィックがついて、まあ絵がついてこういうことやりますとかじゃなくて、まあなんていうかな、業務的な、事務的な感じで文字だけでこういうことやりましたよっていうのが、まあパッチノートになるんだけど、まあそこにね、2日連続で記入がされましたっていう感じですね。はい。まあさっきも言ったんだけど、24時間ぶり2回目の修正いただきました。ありがとうございます。はい。でね、このね、内容がどういうことかっていうと、まずそもそものどういうアップデートがその前の日、前日に行われていたかっていうのをね、まず話を戻して確認していきたいと思います。で、今回ね、パッチノートで一番大きかったのが、まあ、今回ね、焦点を当たるクライオポットなんだよね。クライオポットの UI が完全に変わったんだよね。で、完全に変わってどういう感じかっていうと、まあ、こいつを入れてみるんだけど、このエンバークリスタルワイバンを入れてみて、で、見てみるんだけど、これかな?こんな感じで、いろいろね、情報がね、増えたんですよ。で、これはどういう感じかっていうと、まあ、ちょっとまだ英語だから、しょうがないんだけど、わかりづらいのは。まあ、上から行くと、まあ、名前と充電っていうのは、ま、まだわかりやすいよね。まあ、名前があって、あとは、クライオポットの、まあ、賞味期限ですね。充電ですね。で、下に行くとちょっと英語だからわかりづらいんだけど、まず左から行くと、ペアレンツって書いてあって、で、これはね、右に見るんじゃなくて、下に見るんだよね。マザーとファザーって書いてあって、マザー、ミチュアチュルチューンっていうのと、ファザムチュルチューンってのがあった。で、この二つがあるんだけど、ここに関しては、父親と母親の突然変異の回数ですね。これを見ることができます。で、次に、その右に行くと色があるよね。色は青、黒、黄色、白ってあるんだけど、これはさっき載ってたエンバーの色なんだよね。これはイベントカラーとかを判別できるようにしているって感じなんだよね。なので、かなり見やすくなってるかなって思いますね。まあ、正直見づらいんだけど、あっていうこのパラドックスが起きてるんだけど、まあ、これはね、しょうがないんだけど、何年もね、同じような、UI でやってきたから、急に変わっちゃったからね、ちょっと見づらく感じてしまうのはしょうがないんだけど、一応ね、情報としてはまあまあ多くなってるので、一応見やすくなったかなっていう感じ?そんな感じ。うん、はい。で、あとはステータス欄だよね。まあ、ステータス欄はま、見ればわかるよねっていう感じです。で、こんな感じで記載がされてますっていうところで、まあ、今後はね、クライオポットに入れることで、まあ、他のこのギガノトとか見てみるとこういう感じで、まあ、ギガノトは実は、こっちのクリスタルワイバンは色が4箇所あるけど、ギガノトは3箇所しかないな、みたいな判別もできますし、ま、いろいろね、こうやって見分けることができるって感じかな。うん。で、まあ、情報も結構細かく一応見ることができますよっていうような形になってますね。で、ここまでは、まあ、なるほど。うん、まあまあ、いいアップデートじゃないか。っていうので、終わってばよかったんだけど、なんと、今回ね、バグが、多かったです。はい。バグがあって、結構致命的なバグがあって、ブリーディングに対して。で、あとなんか、表示もなんか間違ってた臭かったので、そこら辺がね、いろいろ修正されたっていう形になります。それでは最後に、今回のこのクライオポットの修正点ね、見ていきたいと思います。で、クライオポットの修正点ね、まず何があるかっていうと、この UI がね、ちっちゃくなったんだよね。このステータスの部分が、なぜか、当初はバカでかかったんだよね。バカでかい表示で、なんか、あー、でかいね、みたいな感じだったんだよね。それが、ぎゅっとちっちゃくなりました。ぎゅっとちっちゃくね。っていうのと、
あとはね、ステータス情報がなんかね、間違ってる場合があったらしいんだよね。限定的な表現だったんだけど、全部じゃないんだけど、一部間違ったステータス情報が表示されてたらしい。何を参照してたのかよくわかんないんだけど、とりあえずなんか情報が間違ってたらしい。うん、まあ、それはちょっと致命的だね。うん、ステータスが違うのはちょっとあれってなっちゃうから。で、あとはね、最後に一番ね、やばい問題点があって、それは何かっていうと、例えばね、このギガノトが一回卵を産むでしょ。で、卵を産んで、で、クライポットに入れるでしょ。で、もう一回出すと、そしたら交配までの間隔、例えば一回ブリーディングすると交配間隔っていう形でブリーディングが連続でできないような形の、まあ、システムなんだよね、アークは。で、そのブリーディングの際の交配間隔っていうのがあって、それがね、例えば30分消費して1時間だったものが残り30分ですよってなってた状態だとするでしょ。で、それをクライポットに入れてもう1回出すと、なんと時間がゼロに戻って、また1時間待たないといけなくなります。消費していた30分がなくなってフルの1時間に戻っているっていうような状況になっておりました。はい。これさ、ギガノドとかはさ、ブリーディング間隔、交配間隔むっちゃ長いから、もしさ、あーもうすぐか、あーあと30分ぐらいで、あーもう一回ブリーディングできるな、あ、そしたら場所移動しよう、クライポット入れようって入れるでしょ。で、どっかにピュッて出すでしょ。そしたらなんと交配間隔がまた、公式サーバーだったら多分何十時間、数日、多分数日だよねっていう形で24時間以上もう一回待たされるっていう地獄が始まります。っていう感じになるので、今回のブリーディングに関してはかなり致命的なバグを背負ってたんだよね。で、今回それが治りましたっていう感じ。交配感覚がなぜかリセットされるバグっていうのがなくなりましたっていうところなんだよね。で、今回ね、それがなくなったので、ちゃんとね、ブリーディング中も使えるようになりました。まあ、ブリーディング中というか、ブリーディングをもう一回やったり再開するときにちゃんとクライポット入れても、後輩のこの感覚っていうのが、まあ、引き継がれるようになりましたっていうところですね。で、一応ね、この後輩感覚は表示はしないんだけど、正しくカウントダウンしますっていう形になっているので、まあ、ちゃんとね、多分治ったと思う。前と同じクライポットの仕様にちゃんと戻ったと思います。っていう感じで、なんとね、このアップデート直後は、後輩感覚が、なんと初期リセットされるっていうね、地獄のような仕様が、なぜかバグとして入ってしまっていたので、ギガノトとかね、あとはモサとかブリーディングしようとして一回ね、ブリーディングの後に入れちゃうと、後輩のその時間がね、消費した分がなんと無に帰してゼロからやり直しになるので、待ち時間がね、とんでもないことになってたっていうような状況です。はい、マジ地獄です。普通に数日単位でかかるからね、うん、マジ怖いっていうような状況になってたんで、そこが治りましたっていうところだね。で、一応ね、ここら辺がバグかな。バグがあったのはそんなところかな。ステータスが間違いがあったっていうのと、後輩時間がリセットされていた。後輩感覚時間か。後輩感覚時間がリセットされてたっていうのがあったんだよね。で、あとは、まあ、変更点としては UI が小さくなりましたよっていうところだね。で、あとは、一応ね、まあ、こんな感じで、まあ、わちゃわちゃなってたんだけど、一応今後の展望としては、今後もね、継続的にこの UI を改善していくらしい。変更していくらしい。まあ、こっから大きく変えるってわけじゃなくて、改良って言った方が正しいかな。で、なんかね、多分ちょっと俺の翻訳が間違ってたら申し訳ないんだけど、このさ、ペアレンツって書いてある横の色、青黒黄色白、今だったらこのエンバーの、これがなんかね、カラーの番号までもしかしたら表示させてくれるかもしれないっていうのが書いてあった。で、このカラーの番号何かっていうと、このパソコンの中のなんていうかな、こうパソコンで色を指定するときって番号なんだよね。番号で色が決まっていて、で、そのね、共通の番号があるんだよね。で、その番号が分かるようになるんじゃないかっていうようなね、形の記載もあったので、そういうのもやっていけたらいいなっていう、多分ね、運営の思惑があるんじゃないかなっていう形で、今後もこのクレアポットね、アップデートし続けますっていう形でした。ただね、まあ、ただ、この大型アップデートね、UI のね、クレアポット、なった、この24時間後にもう一度、バグ修正とかのアップデート入ったんで、怖いです。怖いです。さ、マジでさ、クライオポットさ、なんかわけわかんないさ、大型アップデートしたのはいいんだけどさ、速攻バグまみれでさ、リリースするのやめてくんね、マジで。しかも俺はちょうどその時ブリーディングしてなかったからよかったものの、マジでさ、やばいよね、そんなのされたら。公式サーバーだとさ、めっちゃ長いから、えぐいことになってそうだよね。っていうね、ような状況が現在ね、起きていて、今後の運営としてはそのような形に考えてますっていうところでした。で、一応現状のそういったバグは直しましたよっていうところだったんだよね。っていう感じではあったので、今回のね、フィックスの内容としては、
一応ね、まあクライポッドがまともにねブリーディングの感覚を潰さないようになったので使えるようになりましたっていうところと、あとは UI がねなんかバカでかかったのでそこら辺もねキュッとしましたって感じ。まあ、キュッとしたのはいいけど、まあ、結構数字がちょっとちっちゃくなって、まあうーんってなったりもするんだけど、なんかそこはうーん、まあなんか見づらいなってなったり、うん、難しいね。なんか右の余白とかすげえ気になるし、なんかさこのクリスタルワイバンだったら HP1 万あるけどさ、HP1 万超えちゃうとさ、まあ、こんな感じでさ、すごい数字超ちっちゃくなるしさ、なかなか難しい感じだね。うん。あ、うん。うん。とりあえず、こんな感じで、報告はございました。ということでね、今日はね、本当はね、別の動画撮ろうと思ってたんですけど、まさかの2日連続でクライポッドのアップデートの動画を撮っております。なぜかって、運営が出した瞬間24時間後にバグ修正を出すっていうね、本当に不完全な商品を急に出したからです。はい。っていう形でね、一応ね、現在の状況としてはおそらくクライオポットは安定していると思います。クライオポットは安定していると思います。で、ちなみになんだけど、このプレステにこのクライオポットの追加パッチが入ってるかはちょっとごめんなさい。僕はまだ確認できてません。PC は入ってました。PC は俺ダウンロード後に起動したので大丈夫でした。ただね、ちょっとプレステはわかんないから、ちょっとプレステの人はもしアップデートが入ってたら多分大丈夫かもしんないけど、入ってなかったら一回わざと堂々とかブリーディングさせてみて、あとは試してみるっていうのがいいかもしれないね。で、今日の最後にね、なんかね、今回のバグ修正の陰で、一個ね、追加アップデがなされていて、それは何かっていうと、なんとね、去勢しているかしてないか見れるらしいんだよね。まあ、これ去勢何かっていうと、単純にこの堂々でやると、このオプションからこの去勢っていうのを選べるんだよね。これ去勢すると、まあ、まあ、その名の通り、あれだね、うん、猫飼った時とかにやる避妊手術とかと一緒で、ブリーディングできなくなるって感じ。まあ、要するに、まあ、この堂々はオスなんだけど、こいつの、弾を取るってこと、うん、そういうこと。で、まあ、どんな感じの表示になるのか、ちょっとね、見比べてみましょう。まず、このノーマル状態の堂々を一回入れてみたいと思います。はい、じゃあ入れまして、で、現状の堂々の表示はこれだね。なるほど。てか、堂々って色いっぱいあるんだね。6種類もあるんだね。へえ、なるほど。すまん、堂々。実験台になってくれ。虚勢とか俺やったことないけど、初めてやってみるわ。たまたま、さよなら、左の玉、右の玉、ありがとう今まで、さよなら、ぶっち、あ、痛かったね、ごめんね、痛かったね。オッケー。あ、ちょっと待って見て、性別、オス、虚勢。これはパイプカット。それではクライポッドに入れてみたいと思います。これで虚勢したかどうかがわかるらしいんだよね。待って、なんか顔の下になんか書いてある。ネウティルって書いてある。要するに NTR ってことこれ。ああ、なるほど。NTR されたら脳が破壊されて、虚勢するっていうことか。なるほど、理解した。お前も大変だったな。OK。まあ、ということでね、こんな感じで、新しいね、たまたま撮ったりしたら、こういう感じでわかるっていうような感じになりました。まあね、要するにクライオポットね、なんかすごく密接な玉との関係になっております。はい。もうなんかね、動画の後半玉しか言ってないんだけど、まあそんな感じです。はい。うん。そういうことで、皆さんね、もしプレステの方アップで来てなかったら、一回ちょっとね、見た方がいいかも。ブリーディング感覚がまた初期リセットされるバグが残ってたらちょっと良くないからねっていう感じなので、一応 PC は現状ね、動画出てる現状はもう大丈夫なので、一応ね、ブリーディング後もクライポット普通に使えるって感じかな。ということで、今日は、たまたまでした。以上です。それでは本日もご視聴ありがとうございました。現在ですね、チャンネル登録5000人、1万人、10万人目指すより、ぜひ応援していただけると嬉しいです。楽しんでいただける動画生放送、今後も続けてまいりますので、チャンネル登録お願いいたします。また、いつもコメントや高評価くださって、皆さんの元に遊びに来てくださった皆さん、本当にありがとうございます。ぜひですね、キョリーライフに楽しんでいただければ幸いです。それではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ!